さあ行きましょうかね。おはようございます。ルミナスタジオバーチャルクリエイターてるなりこようです。これからね、帯広に向かわせていただきます。雨降ってるけどね。燃料の給油も終わったところで国道に戻りましょう。よし。レベル3ステルス式取締エリアです。さあこれでね、高速道路に入って、道自動車道から途中から分岐で分岐だな。さあこのまま左に行って道自動車道高速道路に入りましょう。ここからね、道東自動車道の、ジャンクションに行ってね、帯広の方面まで向かわせていただきます。高いんだよな、道東自動車道って。距離がある分ね、なかなか結構なお値段するんですよ。1km 先、レベル3、パトカー、取締エリアです。さあ、入ります。入りました。こっからね、一気にね、速度を上げてって、オートドライブよ。な？オートドライブを入れて、ね、アクセルを離せばもう完璧。あとはゆっくりハンドルを握るだけ。実に楽ちん。で、もうそろそろかな。ジャンクションですね。うん。ジャンクションです。さあ、道東道に入るぞ。千歳東から行くんですよね。さあ、ウィーッと行って、おや？料金所ないんだ。あ、これは初めて知ったわ。料金所ないままそのまままっすぐ行けるのね。とは言ってもね、道東道はね、何あんのか俺さっぱりわかんないんだよな。ほら、上川門別道はね、何回かほらもう2回も3回もね、入ったりとかしてるからなんとなく説明がつくんだけど、道東道はね、動画で扱うのは、ということなので、ちょっといろいろ調べて、で、ナビもつけることにしました。ちょうどね、パーキングエリアがあったんで。さあ、行くぞー。やっぱりね、上り？下り？まあどっちかわかんないけど、ほんと車の数は少ないっすね。うん、ユニのパーキングエリアで最後っていうことなんだな。ガソリンはね、大丈夫。給油はしっかりとしてきた。万全の体制です。ああ、あれが最後のガソリンスタンドですね。ユニパーキングエリア。ユニ町ってね、そう。まあ、自分はユニの湯っていう温泉の方が、名高いと思うんですけども、なぜかやっぱり一般的にはやりきれない側なんですよね。やりきれない。さあ、そろそろ夕張かな？ユニを越えると、あー来ましたね、夕張です。大体は前なんだっけ、シムカップに行くときは夕張インターから入ってましたよね。
だから直接こうやって夕張に入るのは多分初めてなんじゃないでしょうか。はい、待機所です。はい、こっから先はね、あの一般道の方は関所樹海ロードが待ってますね。樹海ですよ、樹海。しかも狭いんだ、ここ狭いんだよ、どんどん狭くなってくるんじゃないかって。うーわ、あん中突っ込むの。おー、雲ですよ、雲。雲の中突っ込みますよ、これ。っていうか天気悪いな。キャンプに行くっていうのに天気悪いってさ、テンションは上がんねえんだよな。大丈夫なのかな。一応午後晴れるという話にはなってんだけど、大丈夫そもそも。あーい、狭いんだって。だからさあ、トンネルに突っ込むぞ。このトンネルを抜けてもね、やっぱり雲が張ってますね。気温6度って書いてあるからな、山道だもんな、ここ。いや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 、まだ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 山の中っていうか、もうほとんど雲の中っていうところですけどもね。むかわ町ですね。もう ここはむかわなのかどうかっていうことすらもわかんないけど、一応名前から見てむかわなんだよ。あー、すーごい雨ですよ。これはひどい雨です。もうね、これでキャンプをやるっていうこと自体が狂気っていうレベルの雨ですよ。本当に止むのこれ。止んでもらわないと困るんだけどさ、本当に晴れる、本当になんか、一応午後は晴れるんだよ。晴れることにはなってんだよ。マジで不安になってくんだけど、大丈夫なのこれ。バチバチ降ってんじゃねえかよ。帯広は晴れてることを祈ります。頼むよ。